さん、いきまーす。はい、クリスタルのサポートチーム、ワインのことならディーロートジャパン、日本映画の先頭を行く松竹映画宣伝部、株式会社リンクは麹町にあるオフィス、不動産関係のことならお任せ、クリスタルプロデュースの企画 C3、 手作りから潜在意識の開花までここにしかないクラスやイベント開催中、ペットのお仕事で活躍したい人のためのビジネスコミュニケーション講座も人気です。子犬の保育園、ドッグイベント開催のドッグライフスペシャリスト育成スクールを運営するゴーゴーワンズ、クリスタルでは番組で情報を届けてくれるコンシェルジュさんを大募集。あなたもコンシェルジュとして番組でご一緒しませんか。クリスタル、キラキラな夜はまだまだ続きます。詳細お問い合わせはキリンホームページ、またはフェイスブックのクリスタル連合クラブページをご覧ください。ハートフルいきます。クリスタルハートフル隊の桃色ヨート、ニャーナエリーから第2、第4月曜日にお話をお届けしています。本日ニャーナエリーカがお届けするお話は、昔昔ダイヤモンドの形をした国が南の方の暖かなあたりにあったそうな。ここからは省略、いつもと同じだから YouTube でハートフル隊を検索してね。前回のお話で父ちゃんが旅行を提案してくれて、家族でニャーニャー島の南にあるハワイアン島に行ってきました。父ちゃんったら嬉しすぎてはしゃいで海に落ちちゃったりで大変でした。そうそう、不思議な出来事がまた。夜に父ちゃんから不思議なお話を聞いたんです。昔のお姫様と王子様は赤い糸で結ばれていて、遠い島同士なのに夢を通して出会ったって。もしかしてニャーナの夢の中で話しかけているイケメンな王子様って。そんなやだ、どうしよう、困っちゃう。いや、嬉しすぎる。もう時間だ。早いね。この続きは次回に。お楽しみに。ハートフル隊隊長、ニャーナ改めニャナオエリーカでした。続いては桃色用のお話です。夏は昼間は海でいっぱい泳いで、夜は神社で。君は知ってるかな、ひもだめしは日本の風習の一つで、夜の森や神社など恐怖心を抱くような場所をめぐって、持てる勇気を確かめながらそこで起こる現象を楽しむ行事のこと、いわゆる度胸試しの一種なんだ。遊び方としては、参加者の一部が脅かし役になり、他の人は決められたコースをめぐり、折り返し地点にある小道具、お札やカードなどを持って帰ってくるという簡単なルール。脅かし役の人は竿にぶら下げたこんにゃくで参加者をびっくりさせたりするんだよ。どう、知ってた？ここだけの話だよ。ハートフル対サンゴ、桃色用でした。さあ、ここでサプライズ第2弾。おちょっとおまけなんだけど、うん、なかなか、ジャストの誕生日なのは難しい、うん、来週の月曜日じゃなくて前の日の日曜日が誕生日なの。やだ、やだ、おお、ダメなんだけど、しょうがない、一日前ロッキー、すごい嬉しい。ハートフル隊でした。ダヒャー、もしかして